今回は2時3時の配信中に登場した親系マイフラの伝説の名シーン8選を紹介していくぞ。前回もあったけど、他にも家族フラがあるってこと？2時3時ライバーはもちろん皆気をつけているけど、予測不能なのが家族フラグ、家族フラなんだ。確かに、予測できたら対策するはずよね。最近は、貴重になった配信中に登場した親系マイフラの伝説の名シーンを紹介するぞ。最後まで見てくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。トップバッターは、永遠の10歳、魔法少女の結城千尋さんだぜ。結城千尋さんといえば、魔法少女なのに魔法より、中央ツゲームで有名な方よね。配信では、Apex をはじめとして、オーバーウォッチなどに定評があるんだ。可愛い声なのに、毒舌なのも魅力の一つよね。そうだな、今回は Apex の配信中に起こったんだ。前から、結城千尋さんは弟さんと仲がいいことが、知られているんだが、今回、紹介するのは仲がいいことがわかる配信だぜ。家族フラグっていうより、結城千尋さんの方から弟さん呼んでるわね。結城千尋さんは、弟さんと仲がいいことで有名なんだ。リスナーからは、あっしー、ご飯を持ってきてー、と慣れたコメントが寄せられているぞ。兄弟仲がいいのをリスナーも知っているのね。かなえさんやローレンさんとの、オーバーウォッチにも弟さんを呼んだこともあるんだ。きっと、弟さんがファンなのを知っていたんだな。結城千尋さん、とっても弟さん思いなのね。そうだな、普段は鬼畜発言が多いだけに、ギャップを感じるよな。家族フラグではないから、ハラハラはしないけど、なんだか温かい気持ちになるトップバッターだったわ。次は、誰目が可愛い森中和樹さんを紹介するぜ。森中和樹さんといえば、トップバッターの結城千尋さんの幼馴染みで、仲もいいのよね。そうだな、もともと、FPS ゲームは苦手だったらしいが、ライバーになって結城千尋さんとプレイするために PUBG や Apex を始めたのは有名だぜ。2時3時ライバーの中で、ゲームをあまりしない人って珍しいわね。今回は、本田ひまわりさんと Apex 動画制作中に起こったシーンだ。作ったのよ。はい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 。で、そのアカウントの名前がモグパクひまって名前なのね。まあ、これ待って、ちょっと親フラしたわ。え？え、親フラ？親いんの？親いんのってどういうこと？いや、親、あれ？親フラ！よくさーん。親フラかな？これいいね。親フラしても強いよ。赤子ちゃんじゃなかった。あーごめん、任せろ。親フラした、親フラしたけどどうなったのかわかんない。舞台全滅よ親フラ。何？いやごめん、ちょっと一回止めるね。何？森中親フラだって。パポーパポー、動画ではここアイキャッチとかで飛ばされてるんだろうな。パポーパポーいってるよ。ただいま。おかえり。うるさいって怒られた。きっと楽しくて声が大きくなったのね。動画なのにカットしないのが楽にらしくて可愛いよな。森中和樹さんは本田ひまわりさんとも仲が良くてよくコラボしているんだ。親フラ中を幽体離脱って表現しているのがいいわね。うるさいって怒られたにもかかわらず、二人で笑い合っているのが仲の良さを表しているよな。リスナーからは、ひまちゃんのツッコミが的確すぎ、ひざかざ可愛い好き、といったコメントが寄せられているわ。確かに、森中和樹さんらしい、可愛い親フラだったな。次は、虚空境教祖かつ高校生ライバーの剣持東也さんだ。剣持東也さんは前回、お兄さんのフラグが紹介されていたわよね。剣持東也さんは、家族が仲良いことが知られているんだ。配信でも、ご家族の話を何度かされているのよね。今回、紹介するのは前回と違う家族フラのシーンだ。主人公で作っ、あ、やった、兄が来てくれた。いやー、素晴らしい。こういうとこですね。困っていた剣持東也さんをまた助けに来てくれたのね。そうなんだ。配信に、何度も飼い犬の声が入って困っているのが、声からわかるよな。絶妙なタイミングで、来てくれたことを考えると、もしかしたら配信聞いていたのかもしれないわ。普通だったら、困るはずの家族フラだが、剣持東也さん嬉しそうに報告しているんだ。その光景に、リスナーからは、お兄ちゃんありがとう、お兄ちゃんと配信しろ、といったコメントが寄せられていたぜ。家族と仲がいいのがわかる家族フラだな。
次に紹介するのは、機械弱々な神様ことふみさんだ。神様の家族フラなんて貴重な感じがするわね。動画では、ゲーム実況、歌ってみた、チャレンジ系動画など、幅広く活動しているんだ。確かゲームは少し苦手で、叫びながらプレイするマリオカートが有名よね。普段の落ち着いた声とのギャップがいいんだよな。お茶目なふみさんの家族フラ気になるわ。とある配信中に、起こったのがこのシーンだ。あ、ちょ、大きい声だ。配信してる。配信してるから大きい声出さないで。配信してるから大きい声出さないで。配信中での話し方とこれまたギャップがあるわね。神様もお父さんとは、気軽に話すのね。この配信で、ちょうどその日にあった大変だったことを話していたからか、珍しく強めの口調で話しているんだ。普段、おっとりしているイメージが強いからか、リスナーからは、父なる神に優しくして、いつもと違う、なんてコメントが寄せられているわ。ふみさんだからこそのギャップフラだったな。そして次は、マダンのシャチことゲーマーズの一番やり、カナエさんだ。カナエさんといえば、前回お母さんの親フラを紹介したわよね。声は聞こえなかったにしても、母さん呼びは新鮮だったわ。そうだな。記憶喪失のはずが、お母さんのことは覚えているのもいいよな。カナエさんは、2時3時の中で、トップクラスに配信時間が長いことは、知っているんだけど、家に誰かいても配信するのね。そうなんだ、今回は、誰かが家にいる時に配信していて、起きたシーンだ。なんて？ Wi-Fi の番号だ。出たわね。どこにあんの？ Wi-Fi の番号はね、08個。08個。恒例なんだよな、なんか Wi-Fi のパスワードを聞きに来るの。家族？家族フラではない気がするわ。この声の主は、元2時3時ライバーの天海司さんだ。かなえさんの家に遊びに来ていたようで、登場したんだ。配信中なのに登場するなんて、仲がいいから許されることよね。かなえさんも、ちょっと嬉しそうなのもていていだわ。リスナーからは、かなかなの家いろいろな人来るね。誰よその債務者、といったコメントが流れているぜ。同じ箱への愛を感じるフラグだな。次は、オタクに優しい女子高生、高宮リオンさんだ。高宮リオンさんといえば、お嬢様なのに気さくなイメージがあるわ。エリート気質なのに、庶民的な思考が人気なんだよな。オタク気質から、箱内のライバーからも、オタクに優しい陽キャと称されているのもうなずけるわね。今回紹介するのは、高宮リオンさんがとつまちに参加した時に、起きたハプニングだ。一個とかしてたのに。え、あ、リオン、あ、リオン、え、ちょっと。みんな固まってんの？うるさい。ちょ、なに、ちょ、はい、おやふら、おやふらをする。また配信やってんの？でもうるさい、今どつまちと、え、今どつ。リアルな質感のおやふらだったわね。高宮リオンさんは、デビデビデビルさんと、デビリオンというユニットを組んでいるんだ。二人は、デビューしてから仲が良くて、二人ならではの空気感が人気よね。仲がいいからこそ、今回のとつまちが成立しているんだぜ。リスナーからは、おやふらがリアルすぎる、カオスで草、といったコメントが寄せられているぜ。2時3時ならではの親フラって感じで楽しいフラだったな。天神の狂犬ことクズハさんだ。巧みなワードセンスとゲームセンスで2時3時内でもトップ4のライバーよね。クズハさんといえば、剣持東屋さんからお母さんと呼ぶ声が入っている配信をたびたびいじられているんだぜ。残念ながら、そのアーカイブは本人が今では削除していて、見ることはできないわよね。それでも、たびたびいじられているのは面白いわ。きっと、その反応が面白いからいじられてしまうのだな。今は、魔界から離れて人間界で暮らしているから、親フラが起こることはないと思うんだけど。だからこそ、なおさら珍しいフラグなんだ。今回紹介するのは、ゲーム配信中に起きたシーンだ。お、ワンコロが入ってきた。残り1名。どうしたんだ？あと30秒。よいしょ。ん？くせえな、口。口臭すぎだろ、お前。くせえ。あ、くせえ。お前は将来な、狼になるんだぞ。イマジナリードッグの登場に、コメントは大盛り上がり、今どえの話し方が、とっても可愛がっているのがわかるのに定評があるんだ。本人が、犬ではなく狼だと呼んでいるのも可愛いわね。リスナーからは、今度助かる、今度心配してる、なんて、コメントが流れているぜ。きっと、クズハさんの叫び声に今度は心配してきたのだわ。クズハさんの人気がうなずける家族フラと言えるよな。最後は、2時3時の委員長、2時3時を牽引していると言っても過言ではない、月の水戸さんね。独特な配信スタイルと動画で大人気 VTuber よね。VTuber は知らなくても、月の水戸さんは知っているという人もいるくらいだぜ。
清楚な見た目と委員長からは想像できない秀逸なワードセンスでギャップ萌えを感じているリスナーも多いわ。月の水戸さんは生配信だけではなく動画投稿も多いんだ。動画ではいろいろなライバーとコラボしていてたびたび話題になるわよね。今回紹介するのは月の水戸さんの配信で起こったシーンだ。これがいわゆる親フラグですね。はい。はあ。親フラって自分から暴露しちゃうのが、なんとも月の水戸さんらしいわ。ちょっと、落ち込んだように見えるのが、なんだかリアルだぜ。生活音が入っているのも、リアルね。リスナーからは、バーチャルお母さん、テンション下がってる、なんて指摘されているんだ。その指摘に、そうですよって返しているのが、さすが委員長だわ。他にも、面白い動画をたくさん出しているからぜひチェックしてほしいぜ。以上で、今回の紹介は最後だ。今回は、ハラハラする家族フラというより、ほっこりするフラグが多かったわね。本当の家族から、箱内家族まで達したようだったな。今回紹介した二次三次ライバーは普段から生配信や動画投稿に力入れているから、ぜひ他の動画もおすすめするぜ。他にも、家族フラグがあったらぜひ教えてほしいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。